こんにちは、白玉ファミリーのマナさんです。今回は最近気になる本を8作品ご紹介したいと思います。ぜひ動画最後までお付き合いください。はい、今回ね、8作品、ご紹介したいなと思っているんですが、ちょっとネットの方を見ながらお話ししていきたいなと思います。で、8作品、発売日が早い順にご紹介したいなと思います。はい、まずは恋愛禁止、永江俊和さんの作品です。発売は少し前なんですが、2023年1月24日になります。まずはあらすじご紹介します。瑞穂の前に現れた3人の男、1人はある時期彼女の世界の中心だった。だがいつしか愛情は憎しみに変わり、口論の末彼を衝動的に殺してしまう。発覚を恐れた瑞穂だったが、一向に殺人は露呈しない。そのことに戸惑う中、知人の紹介で知り合った男と交際を重ね、やがて子供を授かる。そしてもう一人は純粋さの果てにいびつな愛を向けてきた。彼らは瑞穂に何をもたらしたのか、恋愛の業を描き出す戦慄の長編。はい、こちらは著者の人気シリーズである禁止シリーズの最新刊ですね。はい、私調べですと禁止シリーズは、この作品で5冊目だと思います。ちょっと調べているとスピンオフ的な作品もあるみたいで、ちょっとねはっきり分からなかったところもあったんですけれども、おそらくこれで5巻目の作品だと思います。私はシリーズの存在は知っていないんですけれども、ちょっとね怖いものを見た朝でチェックはさせていただいていました。特にシリーズ1巻目の、出版禁止かな、あちらが発売された時とかはかなりね SNS で続量ツイートを見かけた気がします。で、あと禁止シリーズ、私まだ一冊も読めていないので、ちょっと、著者ご自身が禁止シリーズを解説されていたサイトがありましたので、そちらのサイトを参考にしながらお話ししたいんですけれども、禁止シリーズ簡単に言うと、本当の事件かと錯覚するようなミステリーで驚愕のオチが待っている作品だそうです。はい、シリーズ1巻目の出版禁止ですね。こちらは、あらすじとしては、有名なドキュメンタリー作家と心中し、生き残った女性への独占インタビューを紹介するという体制を取った疑似ノンフィクションだそうです。他のシリーズもね、これは本当にあったのかみたいな、本当の話なのかなと思わせるような、ミステリー作品になっているみたいで、まあ、ある意味こう体験型ミステリー、体験型ホラーって言えるのかななんて思ってます。で、そしてその禁止シリーズの、ね、最新刊は恋愛の業を描いた戦慄の長編ということで、大変怖そうですね。あらすじを読んでいる限り、戦慄って言ってますからかなり怖そうだなと思いました。あらすじを読んでいるとちょっとね分かんないんですけど、瑞穂っていう女性がいろんな男に振り回されて闇落ちしていく話なのか、それとも振り回されていると見せかけて瑞穂がやばい女なんでしょうかね。ちょっとあらすじだけだと私はどちらにも解釈できる気がしてるんですが、だからこそね、なおさらどんな物語なのかなっていう風に気になっています。はい、次はスミデミック一穂美智さんの作品です。発売は2023年11月22日になっています。まずはあらすじご紹介します。大学を中退し、夜の街で客引きのバイトをしている優斗。ある日バイト中に話しかけてきた大阪弁の女は、中学時代に死んだはずの同級生の名を名乗った。過去の記憶と目の前の女の話で戸惑う優斗は、違う羽の鳥。調理師の職を失った京一は家にこもりがちで、働く妻の態度も心なしか冷たい。ある日翔一の息子俊が遊びから帰ってくると、聖徳太子の描かれた旧1万円札を持っていた。近隣の一軒家に住む老人からもらったという。俊からそれを奪い、タバコを買うのに使ってしまった京一は、翌日得意のすまし汁を作って老人宅を訪れるが、特別縁故者、先の見えない渦に飲まれた人生は思いもやらない場所にたどり着く、希代のストーリーテラーによる心揺さぶる全6話。はい、こちらは、一穂美智さんの単行本ですね。作品のテーマとしては、タイトルからもね少し連想できるかなと思うんですが、コロナ禍における犯罪をテーマにした作品のようです。6編のうち、結末がかなり暗いお話のものから、未来に希望の持てる作品まで幅広く入っているみたいです。
で調べてたらもともとね月刊誌の連載に寄稿されていたものみたいで、連載の依頼を受けたのがパンデミック真っ只中の時期からワクチン接種が始まり少しずつ、コロナに対する希望みたいなものがね見え始めた頃あたりまでの期間が連載期間だったようで、そういうね時代背景が作品の雰囲気にも反映されているっていう風に、ネットのインタビュー記事の方に著者越穂道さんが語っておられました。越穂道さんの作品はいくつか読ませていただいていますが、新聞描写がねとっても丁寧だなっていうイメージを持っていまして、あその気持ちすごいわかるんですとか、あの気持ちってどう表現していいか分かんなかったけどこういう風に表現できるのかっていう風にね思えるところがいっぱいあって、こう読めば読むほどフィクションのお話なのにこう自分の物語になっていくような感覚が本当読んでいるとあるなっていう風に思っています。越穂道さんの短編の方はしばらく読めていないので、はい、読んでみたい作品です。はい、次は、ファラオの密室、白川直文さんの作品です。発売が2024年1月9日です。はい、まずはねあらすじご紹介したいと思います。紀元前1300年代後半古代エジプト、死んでミイラにされた神官のセティは心臓に欠けがあるため冥界の審判を受けることができない。欠けた心臓を取り戻すために地上に舞い戻ったが期限は3日。ミイラのセティは自分が死んだ事件の捜査を進める中でやがてもう一つの大きな謎に直面する。棺に収められた先王のミイラが密室状態であるピラミッドの玄室から消失し外の大神殿で発見されたというのだ。この出来事は唯一神アテネ以外の信仰を禁じた先王が葬儀を否定したことを物語るのか。タイムリミットが刻々と迫る中、セティはエジプトを救うためミイラ消失事件の真相に挑む。ロマンに満ちた空前絶後の本格ミステリー。はい、こちらあらすじ聞かれてどうでしたか？めちゃくちゃ気になりませんか？私もね、ちょっと調べていてあらすじ読んでめちゃくちゃ気になった作品です。主人公が、ミイラのセティという人物で物語の舞台はエジプトで、ミイラのセティが自身の欠けた心臓を探すべく冥界から舞い戻り自分が死んだ事件の捜査をするというねお話だそうですね。特殊、めちゃくちゃ特殊かなと思います。設定がねとっても斬新だなっていうふうに思いましたね。ミイラが主人公であり探偵役ですよね。多分ね探偵役っていうのもこんな主人公なかなかそうそういないんじゃないかなと思います。あらすじだけ見るとちょっとこう色物っぽく思いがちなんですけれども口コミがねかなりいいんですよね。物語後半からの細かい伏線回収からそして一気に伏線回収をする圧巻の種明かしが、とにかくいいっていう風にね口コミを見ましたのでそのあたりが特に気になっているところです。エジプトやミイラなんかの言葉が出てくると同じとこうミステリアスな雰囲気が出てくるのがね本当不思議だなと思います。壮大なスケールで描かれた歴史本格ミステリー非常に気になります。はい、次は、受験生は謎解きに向かない、ホリー・ジャクソンさんの作品ですね。2024年1月12日発売の作品です。まずはあらすじご紹介します。高校生のピップにある招待状が届いた。高校卒業及び大学受験に必要な試験の一つが終わった6月末、友人宅で架空の殺人事件の犯人当てゲームが開催されるという。舞台は1924年の孤島に立つ大富豪の館という設定だ。参加者は同級生とその兄の7人。ゲーム開始早々、館の主が心臓を刺されて殺されているのが発見される。試験後に着手すべき自由研究が気になり、当初は乗り気でなかったピップは次第に夢中になり主の命に扮してゲームを進めていく。ピップの明快な推理を堪能できる爽やかで楽しい自由研究には向かない殺人前日探。はい、こちらもねずっと追いかけている海外ミステリーのシリーズ作品となっています。このシリーズを簡単に申し上げると、主人公のピップという女の子が、持ち前の、行動力と推理力で、彼女の住む町で起きた、事件を解決していくというお話です。主人公ピップという女の子が、ちょっとね向こう見ずなところがあってその辺がねこう物語を面白くしてくれているなと思うところもありますし、ヒロインっぽいねヒロインっぽくこう危なっかしさもちょっとあってこう読みながらハラハラするところがね面白さの一つかなと思っているシリーズ作品です。
ただピップが挑む謎の方は、日常の謎というにはあまりにも闇深いものだなっていて、ミステリーとしての面白さも読み応えもある作品かなと思っています。またこうピップが謎に挑むたびにこう落ち込んだりこう悩んだり、でも誰かの言葉に励まされて頑張ろうと思えたり、そういう、ね、彼女の心の動き、心理描写がとても丁寧に描かれている側面がたくさんありまして、その点は、ね、人間ドラマも感じられて読み応えがある作品かなと思っています。そんなピップシリーズは、3作で完結しているんですけれども、今回ねご紹介しているのは、シリーズ1巻目の前日譚ということで、はい、前日譚の作品が発売されていました。私は、シリーズ2巻までは読んでおりまして、完結巻の3巻の方は、購入したまま、大事に大事に取っていたんですけれども、前日談の発売の知らせを聞き、大事に取っている場合ではないなと思い直しているところです。シリーズ大好き人間の定めとしましては、やっぱりねシリーズが完結してしまうとやっぱりね寂しさがどうしても拭えないんですけれども、寂しくなっちゃうんですよね、やっぱりずっと追いかけていると。なんですけれども、こういうふうにこうサプライズ的にシリーズの、最新巻が発売されるっていうね知らせを聞くと本当に嬉しさもひとしおです。こちらは必ず買って読む作品の一つです。はい、次は、奇岩館の殺人、高野雄志さんの作品です。2024年2月6日ですね、2月6日発売の作品になっています。はい、まずはあらすじご紹介します。孤島に立ついびつな形の洋館、奇岩館で連れてこられた冷えたい労働者の青年佐藤。到着後、ミステリーの古典になぞらえた猟奇殺人が次々起こる。それは探偵役のために催された実際殺人が行われる推理ゲーム、リアルマーダーミステリーだった。佐藤は自分が殺される前に探偵の正体を突き止め、ゲームを終わらせようと奔走するが、密室見立て殺人クローズドサークル、ミステリーの常識が覆る。こちらね、あらすじ読んで気になった作品です。タイトルの奇岩館って奇岩城、ルパンですかね、あれから取られてるのかなって思ってるんですが、はい、あらすじにもねこう本格ミステリーのこうオマージュみたいな感じのこと書いてるから、はい、結構本格ミステリーなのかなって思ってます。ただ表紙はちょっと可愛い、可愛いっていうかちょっと不気味ですけど、可愛い感じの不気味な女の子なので、まあちょっとね本格ミステリーっぽくないといえばないけど、ちょっとギャップもありますが、はい、ちょっと気になりましたね。そうで、古典ミステリーなぞらえて人が殺されていく、でこの殺人は探偵役のために催されたリアルマーダーミステリーというねあらすじですね。いやー、かなりスリリングなあらすじですよね。血生臭い匂いがプンプンするかなと思います。ちなみにリアルマーダーミステリーの意味なんですけれども、ちょっとだけね調べたんですが、実際に事件が起きるまでを体験し、自分の耳で聞いた内容、自分の目で見た内容から推理する超体験型マーダーミステリー、殺人事件の意味だそうです。でこのリアルマーダーミステリーのスタートは、事件が起きた後でもなく、どんな事件が起こるかわからない状態から事件当日の行動を実際に体験していく、本当にもうとことん体験型っていう感じのものを指すみたいです。でまあそれとこの作品のねあらすじを照らし合わせていくと、まあ、おそらく推理ゲームのはずが実際に殺人が起きてしまったっていう流れなのかな。この主人公の佐藤という青年は多分何にも知らずに行って殺人事件が起きちゃってどうしようみたいな話なのかなって思ってるんですけれども、そうだから何にも知らなくて行っちゃった青年佐藤さん、佐藤くんが実際に殺人が起きてあたふたしちゃうっていう感じなのかなと思って、まあ、そのあたりは若干エンタメ性もね感じますし、でもこう古典ミステリーになぞらえた見立て殺人っていうのもね、どこまでも本格ミステリーを感じさせる内容で、非常に読み応えありそうだなと思って気になっています。タイトルのね雰囲気も相まって非常に面白そうな作品だなと思いました。はい、次は推しの殺人、遠藤カタルさんの作品です。2024年2月6日発売になっています。そう、さっきのね奇岩館の殺人と同じ日に発売ですね。はい、まずはあらすじご紹介します。
大阪で活動する3人組女性地下アイドルベイビースターライトは様々な問題を抱えて危機的な状況にあった。尊大な事務所社長、グループ内での人気格差、恋人から暴力を受けているセンター、そのような中でベビースターはさらに大きな問題に見舞われる。メンバーの一人が事務所で人を殺してしまったのだ。彼女の罪を隠蔽するため3人は死体を山中に埋めることを決意して、はい、こちらもねあらすじ見て気になった作品です。で、表紙のねインパクト、画像っていうか画面に貼ってるかと思うんですが、表紙のインパクトもなかなかあるかなと思います。3人組のアイドルグループのうち1人が、殺人事件を犯してしまい、でそのねアイドルグループ3人で死体隠蔽を行うというね、なかなか過激なあらすじだなと思います。で、こう殺したのは多分おそらくメンバーのうち1人だけだと思うんですけれども、死体隠蔽を3人で働くっていうことで、まあ、必然的にね事件にこう3人とも関わってしまうことになると思うんですけれども、そのことでこう秘密を共有することでこう絆を深めていくのか、それでも不和が生じていくのか、そのあたりも読みどころの一つなのかなというふうに思っています。ちなみに著者の遠藤カタルさんは、この作品で、このミス文庫グランプリを受賞されているということで、今後注目な作家さんなのかなというふうに思います。でさらに言うと、このね、このミス文庫グランプリがこの推しの殺人なんですけれども、この時のこのミス大賞を取られているのは、先ほどご紹介したファラオの密室という作品です。なので同じタイミングでこのミス大賞はファラオの密室と推しの殺人が大賞を取られているということですね。最近のこのミス大賞は結構ね特殊設定ミステリーが多い印象を受けていまして、結構変わった設定のミステリーが多い印象を持ってまして、こうあらすじを読んでいただけでもこうどんな物語なんだろうっていうね想像が膨らんで、はい、本当にね気になる作品が結構多いです、ここ最近のこのミス大賞は。皆さんもねもし気になる方いらっしゃったら、ネットにこのこのミス大賞を撮っている作品っていうのがこう列挙されているサイトとかありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、次は有罪と AI は告げた、中山七里さんの作品です。発売は2024年2月14日ですね。はい、バレンタインの日です。はい、まずはあらすじご紹介します。東京地方裁判所の新人裁判官高円寺まどかは日々の業務に忙殺されていた。公判、証人尋問、証拠や鑑定書の読み込み、判例等の抽出、判例文作成と徹夜が続く。東京高裁総括判事の寺脇に呼び出されたまどかはある任務を命じられる。中国から提供された AI 裁判官を検証するというものだ。法人2と名付けられたその筐体に過去の裁判記録を入力する。果たして法人が一瞬で作成した判決文は裁判官が苦労して書き上げたものと遜色なく、判決もまた全く同じものだった。業務の目覚ましい効率化は全国の裁判官の副音となった。しかし窓川は法人の導入に懐疑的だった。周囲が絶賛すればするほど AI 裁判官に対する警戒心が増す。そんなある日、窓川は18歳少年が父親を刺殺した事件を担当することになる。年齢、犯行様態から判断の難しい裁判が予想された。裁判長の秘話は公判前に法人に指名とさせるという。データを入力し出力された判決は死刑。ついにその審理が始まる。罪は数値化できるのか、裁判官の英知と経験はデータ化できるのか。連載即緊急出版、目前に迫るあり得る未来に人間としての倫理と本質を問う法廷ミステリー。はい、こちらは、小学館が出しているストーリーボックスという月刊誌の連載だったものが書籍化したものになっています。日々進化し続ける人工知能、もしも AI 裁判官が業務を行うようになったとしたら、そんなね現実の半歩先を行くテーマを、どんでん返しの帝王中山七里さんが描かれるということですね。いやもう正直あらすじとかいろいろ作家さんね中山七里さんが書かれているというのも込み込みで、正直面白くないはずはないというふうに思ってます。いくつか中山七里さんの作品読ませていただいているんですけれども、イメージとしてはこう骨太なテーマを、読ませる作品が結構多いイメージがありまして、この作品もね、
そういった雰囲気を中山茂さんらしい作品だなっていうふうに個人的にはとても思いました。人が人を裁くという行為を AI に変わらせていいのか、データとして導かれた判決に人間の倫理観はどう折り合いをつけていくのか、読む前から考えさせられる作品、非常に気になります。はい、次は高度感の殺人、厚川辰美さんの作品です。発売は2024年2月15日になります。まずはあらすじご紹介します。殺人を企む一人の男が土砂崩れを前に途方に暮れた。復讐相手の住む高度感が地震で孤立し犯行が不可能となったからだ。その時土砂の向こうから女の声がした。声は高度の殺人を申し入れてきた。同じ頃大学生になった僕は旅行先で名探偵の葛城と引き離され高度感に滞在することになる。孤高の芸術一家を襲う連続殺人、葛城はいない、僕は惨劇を生き残れるか。はい、厚川辰美さんのファンの皆様、大変嬉しいお知らせです。厚川さんのシリーズ作品の最新刊が発売となりました。こちらは厚川さんの館シリーズの、シリーズ3作目となっています。で、私はシリーズ1巻目グレンカの殺人とシリーズ2巻目の青みかの殺人読ませていただいています。でちょっとせっかく読ませてもらっていますので、簡単にシリーズ1巻目2巻目のお話ししたいなと思うんですけれども、シリーズ1巻目のグレンカの殺人の方ですね。ミステリー小説好きの高校生の葛城と田所は、学校の合宿を抜け出し合宿先の近くにいると噂されているミステリー作家、大御所ミステリー作家が隠居しているという噂の館を訪れます。このシリーズは本格ミステリーなんですけれども、今お話ししたみたいに、高校生男子2人が葛城と田所がこう合宿を抜け出して大御所ミステリー作家の自宅に行っちゃおうみたいなね、高校生男子2人のこう青春要素みたいなところもあるっていうのがね、特徴の一つかなと思ってます。そんな葛城と田所は、無事合宿を抜け出し、大御所ミステリー作家の自宅である館を訪れたんですけれども、なんと山火事に巻き込まれ館から出られなくなってしまいます。火の手が館にたどり着くまでタイムリミットは35時間、脱出が何よりも先決という状況で館で殺人事件が発生してしまいます。果たして葛城たちは無事館から出られるのか。で、シリーズ2巻目の青みかんの殺人なんですけれども、探偵役の葛城という高校生の男の子、実はお坊ちゃまなんですけれども、そんな、葛城の自宅を、田所が訪れるという、ね、シーンから始まります。しかし田所が葛城の家を訪れた日は台風が迫ってきており、後に葛城の自宅である青みかんという館は大洪水で周りから孤立してしまいます。そんな危機的状況で葛城家の人物が殺されてしまいます。シリーズ1巻目のグレンカの殺人で探偵として心に傷を負った葛城は立ち直り、この殺人事件の真相を暴くことができるのか。シリーズ1巻目2巻目の、ね、あらすじをかなり簡単にお話ししたんですけれども、このシリーズの特徴としては、まずは高校生の男の子2人が主人公で、葛城が探偵役、田所が助手役っていう感じでね、物語は進んでいき、この2人が殺人事件の謎を暴いていくという構成になっています。そして先ほどもちょっとねお話ししましたけれども、高校生男子2人のやり取りを描いたこう青春小説のような側面もあったりします。グレンカの殺人の方ではこう合宿を抜け出して大御所ミステリー作家の自宅を訪れようぜみたいなこう作戦をね出るシーンがあったりもしたり、シリーズ2巻目の青みかの殺人の方では、心に傷を負った葛城を、懸命にね田所が励ますというシーンがとても印象的でした。そして最後の特徴としてはこう殺人事件に災害がセットになっているという点ですね。シリーズ1巻目は山火事、シリーズ2巻目は大洪水、そしてシリーズ3巻目、高度化の殺人は土砂崩れによる孤立ということでね、またこうぐっと思考を変えた構成で非常に面白そうですよね。しかも今回は探偵役の葛城と田所が離れ離れになってしまうということで、探偵がいない場所で起きた殺人事件、果たして解決できるのかっていうところがね読みどころの一つなのかなと思ってます。
ちなみにこの厚川さんのこう館物シリーズは4巻まで刊行されるっていうのが、ね、予定されているみたいなので、あともう1巻発売が予定されているということですね。はい、楽しみがまだまだつきません。以上、最近気になる作品を8作品ご紹介しました。今回はね、偶然ですがミステリーかなり多くなりましたね。ずっと描けている新作品の最新刊はまあ絶対買うとして、まあそこからね、あと何買おうかな、どれ買おうかなってめちゃくちゃ迷っているところです。はい、皆さんの次読む本の参考にしてもらえれば幸いです。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。はい、動画いかがだったでしょうか。今回ね、動画長くなりすぎちゃうかなと思って8作品に絞ったんですけど、実はまだまだありました。綾崎駿さんのフィギュアスケーターを題材にしたこの銀盤を君と飛ぶっていう作品も面白そうだなと思ってまして、あとね、もう一個、柚木優子さんの南部鉄器の職人である父と息子の関係性を描いた風に立つっていう作品もね、気になってるんですよ。なので実質8作品じゃなくて10作品気になっていました。いや、本読むスピードとね、気になる作品見つけるスピードが全然合いませんね。はい、もう次々気になる作品が出てきて本当大変です。本好きの定めかもしれませんね。いつもありがとうございます。